拙者は官兵軍神の子なり。父上、お呼びでしょうか。官兵、河北に住む官兵の自士である。かねてから同姓の関羽に強い憧れを抱いていた。その関羽が偶然にも屋敷に立ち寄り、養子になることを認められる。官兵は妨害の喜びを胸に、その大きな背を追っていくことになる。官兵、こちらは関羽殿。一晩我が家でお休みいただくことになった。慶州で人材を探しているうちに夜が更けてしまってな。一晩世話になり申す。あの関羽殿ですか。劉備殿の義兄弟の。いかにも。拙者、関羽殿をずっと尊敬しておりました。義兄劉備殿との誓いを貫き、あの曹操に壊れてもなびかなかったという。関羽殿こそまさに天下の義人です。これ官兵、無礼であるぞ。いや、なかなか清々しい若者よ。そうおっしゃっていただけますか。関羽殿、重ねて無礼を申し上げて恐縮ですが、この子を養子にしてはもらえませぬか。なんと。我が息子が高名な関羽殿のことなれば、これ以上の喜びはございませぬ。何より我が子がそれを望んでおります。これも何かの縁なれば。関羽殿、どうか拙者をおそばに置いてください。承知した。官兵よ、これからよろしく頼む。はい。ついに曹操の乱世が始まったか。ちょいとひとっ走りして見てきましたが、とんでもねえ大軍でしたぜ。趙雲殿より恐ろし、あー、いや、なんでも。周曹、まだ趙雲殿が苦手なのか。それはさておき、曹操軍は見たこともない陣を敷いていると聞いたぞ。状況は伝わっているか。劉備殿を討つこと、それも曹操の狙い。皆、助手の指示に従え。力を合わせ曹人を撃退する。八門金差の攻略は一筋縄ではいきません。俺の指示をよく聞いていてください。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で。またお待ちしてます。優美様の周り。へい、いらっしゃい。毎度どうも。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。
Thank you.
いらっしゃい。毎度どうも。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。確かに兵器があれば攻略に役立ちます。ただ、敵も簡単には渡さないと思いますが。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。貴様らに兵器は渡さぬぞ。覚悟せよ。不覚を取った。兵庫や兵器を敵に奪われるとだ。全力だ。ここまでか。ローザン、まさか兵器を奪われてしまうとは。これ以上の追撃は無益か。兵器は諦めるしかない。撤退するぞ。各所より援軍に参った。ユビ軍を打ち破ってくれよ。拙者は軍神の子、負けは許されない。すごいな、その力どうやって身につけたんだい。敵将、拙者が討ち取った。調子だぜ。逃げ切ったようですね。これで兵器で八門金座を攻められます。兵器の用意を曹操軍に食らわせてやれ。なぜ劉備軍が兵器を。とにかくあれを壊して攻撃を止める。おお、この八門金座は安否とにも破れぬ鉄壁の陣。飛行を攻め、全てを跳ね返す。あの陣は無数の兵から成り立っています。
一点を攻めてもすぐに補われてしまう。屈強な将を倒して崩すか、徐々に攻めるか、どちらにしろ方針を決めて動きましょう。攻撃するのに効果的な場所はあの辺りか。まずはそこまで兵器を移動させないと。劉備軍の兵器を壊せなかったか。このままでは我が軍の兵器が。兵器が破壊されたぞ。どうなってるんだ。よし、拙者も役に立ったな。よくやった艦艇、我が子ながら見事な勝よ。あるようだな。進軍せよ。我らも援護に回るのだ。これでどうだ。の婦人を破ったか。この身を最後の盾とし打ち払わん。敵が言うのか。見えなきゃい気分だ。曹操軍を撃退できたか。上将、お前のおかげだ。礼を言う。お役に立てたならば何より。しかし曹操はこの程度では諦めないでしょう。かような貨幣で曹操の大軍を撃っ。諸葛亮、全軍の指揮。父上の話では、魏は漢中攻めにかなりの兵力を投じているらしい。慶州の守りは父上一人でも十分だろうとのご判断だ。だが
父上は本当はご自身でここへ来たかっただろう。赤壁で曹操を撃てなかった無念を晴らすために。親分のためにもここはしくじれませんね。寛平殿、俺たちの手で曹操を打ち果たしてやりましょうよ。うん、拙者の全力で父上の無念を晴らしてみせる。義軍の攻勢は凄まじいな。また繁盛は落ちぬか。さすがは総人、固い守りを。よっしゃ！報告！報徳将軍、関羽の軍に捕らわれたとのこと。よくも報徳将軍を。将軍、繁盛は関雲長の。あれほど多くの水が流っ。寛平は水攻めの策を成功させ繁盛奪取に貢献した。蜀本体の力を借りず、関羽は見事に魏の要所を落としたのである。寛平はそんな偉大な父の背中を誇らしく見ていた。だが魏との戦はこれからが本番である。寛平は緩みそうになった気を引き締め前を向いた。彼は正真正銘軍神の子となっていた。兄上、やりましたね。ああ、義軍は虫の息です。あとは時間の問題でしょう。ああ、あれ、大兄上どうしたの。お前たちよく見ておくんだ。あれが我らが父軍神と称される機体の名称の姿だ。縁あって父上の養子になり、お前たちの兄になってから拙者はずっと考えていた。軍神の子として共に戦うに足る武があるだろうか。お前たちの兄として進むべき道を示してやれているだろうかと。正妻殿言ってたよ。大兄上は成長した、その姿を見るたび自分も頑張らなきゃって思うって。私たちは兄上を見て育った。軍神の子として目標にしているのは常に兄上の背中だ。だからもっと自信を持ってくださいよ。どうしたの。すまない、まさか三人に慰められるとは。誤解だ。最近軍神の子であること、お前たちの兄であることに自信が持てた、そう言いたかったのだ。そうだったんだ。いや、ありがとう。お前たちは拙者の自慢の兄弟だ。Ha ha 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 ha